どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はブルックリンブリッジパークにいます。で、本日なんですけども、このブルックリンブリッジパークからね、今からマンハッタンに帰るところなんですけども、今回はねフェリーで帰りたいと思います。でね、ブルックリンブリッジパークはですね、別に動画を出しておりますので、まあそちらをね見ていただけたらなと思います。それでは行ってみましょう。チケットはねここで買うことができます。ここで買って乗船という感じですね。行き先は上に出ていますね。で、右にマップも出ています。それでは買いたいと思います。それではね、無事買うことができました。一応ね、ブースには、現金の入れるところあるんですけども、残念ながらね、現金の入れるところ壊れてるみたいで、カードしか使えませんっていう表示があります。で、料金は2ドル75セントで、箱を目に行けるっていう感じとなっております。まあ、ニューヨークの、ね、物価の高いのを考えると2ドル75セントだと、ね、相当安いと思いますので、まあ、それでねフェリーが楽しめるっていうのがいいんじゃないでしょうか。それではね、ちょっとフェリーが来るまでね時間ありますんで、ちょっとこの辺をブラブラしながら待ちたいと思います。乗り場は、こんな感じで、今ちょうどフェリーが来ておりますね。もう本当にチケット売り場がそこで、もう乗船場所がこことなっております。それではちょっと待ちたいと思います。それではねフェリーが来ました。そこの乗船する場所もね浮いてるんです。ちょっとびっくりしました。それでは乗っていきます。いや、2ドル75セント乗れるって最高ですね。しか立ってないと思います。ちょうどこれは船の後ろの方にいる感じですかね。マンハッタンの景色を楽しみたい方は乗ってすぐ後ろの方に来た方がいいかもしれないですね。この景色は最初しか楽しめないと思います。
ではね、もう一個北側のブルックリン到着いたしました。それでは出発します。エンパイアステートビルが遠くに見えてくるようになりましたね。グリーンポイントに到着しました。それでは出発です。雨が降ってきちゃいましたね。土砂降りにならないといいんですけども。では到着いたしました。
間ぐらいですか。で、結構変わりましたね。ちょっと後で正確な時間出しておきますね。いかがだったでしょうか。今回はイソリバーの、ね、クルーズ船紹介させていただきました。2ドル75セントでね、こんだけのクルーズが楽しめるということで、私今回初めて利用したんですけど、本当にこれ最高ですね。ぜひニューヨーク来られる方はね、一つの、移動手段として考えていただいてもいいですし、観光でね利用されるのも全然いいんじゃないかと思います。面白かった方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。